ニャンコスターは恋人同士、なれそめや交際はいつから、カップル。先日放送された TBS 系キングオブコント2017で準優勝し、独特のネタで人気急上昇中の男女お笑いコンビニャンコスター。そんな今話題のお二人ですが、さらに驚くことに、には交際している恋人カップル同士だということが判明したようです。ということで、この記事ではそんなにヤンコスターの交際発表にちなんで、なれそめや交際期間にヤンコスターのそれぞれのプロフィール、といった話題について探ってみたいと思います。スポンサーリンク。にゃんこスターは彼氏彼女同士と告白、なれそめや交際はいつから。それではまずはじめににゃんこスターの交際の概要から見ていきたいと思います。お二人の交際を報じたのは10月11日配信のスポニチだったのですが、それによると、コンビ結成は交際を始めて二人でライブに出ようと思ったのがきっかけ。ツッコミのスーパー三女さんとボケのアンゴラ村長さんは、それぞれピンで活動中だった今年5月にコンビを結成。交際が始まったのはこの直前とのこと。4月くらい派手な三女さんの芸風が好きだったアンゴラ村長さんが、同じお笑いライブに出演した際に告白といった経緯があったようです。お二人のコンビ結成の具体的なきっかけは、共演した大霧千景という大霧ライブでの出会いだったそうなので、アンゴラ村長さんが三女さんに告白されたのはこのライブの時だった可能性もあるかもしれませんね。またニャンコスターはキングオブコントでの準優勝後、メディア出演の依頼が殺到しているそうで、私の家が遠いので帰れない時は泊まらせてもらっているアンゴラ村長、すでにお泊まりをしていることも告白されたようです。スーパー三女さんが34歳、アンゴラ村長さんが23歳と、11歳差で一回りほど違うお二人ですが、それぞれの笑いに対する価値観や性格の波長などがあったのかもしれませんね。アクサンシルコンフレックス、アクサンシルコンフレックス。ニャンコスターのプロフィール。ニャンコスターやお二人のそれぞれの経歴を簡単にまとめると、以下のようになっています。ニャンコスター結成2017年5月。経歴、キングオブコント2017準優勝、ネタリズム縄跳び。事務所フリー、矢印渡辺エンターテインメント、小なりメンバー大なり。スーパー三女、三助、本名はじめひとし、一釣り、りょうた。生年月日、1983年5月3日、34歳、出身地、長崎県。
血液型O型学歴長崎県立佐世保工業高校卒放送芸術学院卒芸歴15年2017年10月現在コンビニアンコスター担当ツッコミ趣味変な絵を描くこと村長本名佐藤歩美生年月日1994年5月17日23歳出身地埼玉県生まれ血液型 B 型学歴早稲田大学本庄高等学院卒早稲田大学文学部卒コンビニアンコスター担当ボケ前述しましたようにニアンコスターは今年の5月に結成された男女お笑いコンビでキングオブコント2017での準優勝を機に一気に知名度を上げた印象がありますネタのリズム縄跳びは賛否両論が巻き起こりながらも爆発的な話題を呼びまたボケのアンゴラ村長さんの容姿に対しても可愛いといった声も多いようですお二人はニャンコスターを結成する前は スーパー三女さんはアンドレというコンビでアンゴラ村長さんはキマアフタヌーンというコンビで活動されていたそうでお互いにある程度のキャリアは積まれているようですね2017年10月11日現在の時点では三女さんはアルバイトアンゴラ村長さんはベンチャー企業株式会社これからで共に働きながらコンビ活動をされているようです仕事のオファーが急増しているというニヤンコスターですがアンゴラ村長さんの方はネットを構築する会社で営業のアシスタントしています続けていきますと今後も会社員との二刀流を宣言しているようです芸人という職業は浮き沈みが激しいでしょうから長い目で見た時にはアンゴラ村長さんの考え方は正しいのかもしれませんね年齢は三女さんの方が一回りほど上ですが現実的にしっかりされているのはアンゴラ村長さんの方なのかもしれませんしそれがコンビとカップルという講師で順調な要因なのかもしれません終わりにということで今話題の芸人コンビニアンコスターの交際告白を受け慣れ初めや交際期間またお二人のプロフィールなどについてご紹介させていただきましたまあ男女のコンビということで交際されていても不思議ではないのでしょうけれどそれがコンビを結成される前からというのは少々意外な気がしましたし今回の告白で今後の活動の幅なども広がるかもしれませんねいろんな意味で勢いに乗っているお二人ですが今後も一発屋で終わることなくぜひ恋人カップル芸人というジャンルでも地位を築かれることを期待しています